何、知り合い？ティアラ盗んだやつに手貸した野郎だ。つうかまんま犯人なんじゃねえか。ここにいるってことはあの野郎。でもでもなんだ。カブラギさんは犯人じゃない気がするんだけどな。は？まあまあ本当にそうでもあの人の身元は分かってるんだから後でどうとでもできるでしょう。予定外のことになっているようですね。予定外？彼らの友人が手を貸しているようです。心配ない。友人のありがたみを知るいい機会じゃないか。200 million, 200 million, 200 million, 210 million, 210 million。すごいお宝満載のオークションだな。さてそろそろヴィーナスの微笑みのお出ましだ。こちらの準備は万端です。さあどのくらいの値がつくのかね。出てきたか。おっと、いきなり100億から始まったぞ。こうなれ何が何でも競り落とす。さらにアップ。はい。誰か釣り上げてるやつがいるっぽいな。一旦様子見てみるか。ああ。これってうちらと一騎打ちになってるってこと？もしかしたら出品者自身が釣り上げてるかも。それってこちらの行動お見通しってことか。俺たちに高値で落札させるか、もしくはそのまま自分で持って帰るか。くっそー、目の前にあるのに。行け、相手の思うつぼでも行くしかねえだろ。でもお金はみんなが負担してるんだし。お前は結婚できなくてもいいのかい。今はそういう話してるんじゃないでしょ。はおい落ち着けよ。つかさ、俺たちはこの話に乗ったんだ。意地でも落札させようぜ。ここでの取引が現金のみならこの会場から何百億って現金運び出してくやつが犯人だよな。金もその時取り返しゃいいじゃないか。何うまくいくかな。じゃあこのままただ見てるだけか。おい、ブータネがどんどん上がってて他にも参入してきたってこと？もしもし、一応追加で100億現金用意してる。残り1分。行け行け、絶対競り落とすぞ。よし、ここでストップだ。はい。ギリセーフ。価格は42億香港ドル、日本円で約600億。嘘でしょ。よし、まずは取り返せたんだな。おう、みんなありがとな。これで結婚できる。これで